どういったこうスキルが求められたりするもんなんですかね。なんていうの、一生懸命考えるしかないんだろうな多分ね。何でも出てきちゃうから、はいはい、うん、でもそれが全てじゃねえよっていうのが俺は一個だけあるのね。やっぱ世界中の人々を笑顔に、スマイル社長こと重松です。スマイル社長こと重松が生徒となり、さまざまなプロから仕事の真実を学ぶ仕事の授業。本日の先生は元ボーイのドラマー高橋誠さん。じゃあ今回は夢実現編ということで、はい、いろいろと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、じゃあまず、プロのミュージシャンになるにはどうすればいいですか。あ、でこれ難しい質問なんだよね、うん、いつもそれどうなればっていうのがあって、はい、ただまあその本人がねなりたいと思わない限りはまあなれないわけだから、うん、はい、うん、人一番練習するとか、はいはい、でもそれはアマチュアの子もやるわけだから、うん、ただあとはその周り、うん、人一緒にやってくれる仲間とか、はい、人とかがやっぱり大事っていうのかな、うん、俺はプロミシャンになりてんだなりてんだって口で言って、はい、もう何も伴わなかったらもう絶対無理なんで、うんうん、まあ俺もそのガキの頃ね、その10代の頃はそのプロミシャンをその なんていうのもうこう憧れてはいましたよ。まさか自分がそうなるとは思ってないけど、うん、やっぱ憧れでやってるうちにだんだん そういう気になってくんだよね人間って、はいはいはい、うん、20歳ぐらい超えてくるとちょっと俺も他のやつよりちょっと上手いかもしんないみたいなことを、はいはい、あの思い始まると、うん、だんだん そういう思考に行くというか、はいはいはい、まあ、そこにそういう思考になっていった時にやっぱりより努力したりとか、まあ、技術的なこともそうだし、うんうん、まあ、一緒にやる仲間もしっかりと同じ思いでやってるかっていうことが大事になってくる、うん、人が結構大事なんじゃないかな、うん、結局ほら、まあ、私特にあのそのソロのボーカリストとかじゃないから、うん、一緒に演奏する仲間によって上手くもなれば、はい、下手にもなるわけで、はいはい、そういうやつらといいやつに巡り合えるっていうのが一番なのかなとは思いますけどね、うん、そこがね難しいんだよね。だからお金もらえるのがプロで、うん、お金もらわないのがアマチュアだみたいなことも言うけど、うん、今はねその線引きっていうのは結構難しいんやね。あ、まあ、俺たちの時代は上手いのがプロで下手なのがアマチュアみたいな、はいはい、割とあ当たり前の線引きがあったんだけどさ、うん、今はもう どっちもどっちもだから、うん、なんとも言えないね、こればっかりが。まあ、そうですよね、うん、なんかこう稼げたらプロって話ありましたけど、うん、なんかそれだけでやっぱ生計立てれたらなんかミュージシャンって感じですよね。まあまあそれはそうだよね、うん、他のこれに没頭できるわけだから、はい、うん、あとはじゃあどういったこうスキルが求められたりするもんなんですかね。なんていうの、一生懸命考えるしかないんだろうな多分ね、うん、今の子って割とほら、うん、スマホとかで、はい、YouTube でさ何でも載ってんじゃん。載ってますね。でこれやりてとか言うとそれ弾いてる人がいるわけよそこに、はい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 、あこうやるんだって言って、うん、自分でそこを探さずに、うん、もう人の真似してできるっていうのは、うん、ちょっとなんかイージーなんで、うんうん、だできるようになるんだけど感動も薄いんだよな多分な、うん、俺たちはもうレコード聞くしかないから、うん、耳で聞くしかないじゃん、はいはい、これどうやって叩いてんだろうっていうのを、うん、想像しながらこう行くわけで、はいはいはい、そっちの方が頭は多分回るんだよね、あ使うっていうか、はいはい、なんかその方がそうですよね。こういうふうにやるんだっていうのをなんだろう、こう感覚で覚えるよりも頭も覚えてるってことですよね。そう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 、だからああこうやるんだっていうのが分かった時ってめっちゃ嬉しいわけで、はいはい、うん、だそれがもうあこういうふうに弾くんだって、こうやってこうやって叩くんだってのが分かっちゃうから今はもう、はいはいはい、なんかね、うん、そこを分かんないのを自分で探るみたいなことを、はい、なかなか今の人はやんないわけよ、うん、何でも出てきちゃうから、はいはい、うん、でもそれが全てじゃねえよっていうのが俺は一個だけあるのね。やっぱ自分の出す音ってのは自分が責任持たねえといい音出ないよっていうのを、はいはいはい、だから考えろってよく言うんだけどね。いや、じゃあ見て覚えただけの音とはやっぱ全然違うもんなんですか。あ、まあ、やっぱ違うと思いますよ、はあ、だって、はい、叩き方によってシンバル1枚にしても、うん、ここ叩くとカーンっていう音がして、ここ叩くとジャーンって音が鳴るとか、うん、ここ叩くとチン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 って鳴るっていうのを、はい、自分でやってみてこう叩いてみないと分かんないわけじゃない、うん、それを俺ずっとやってるんで、はいはいはい、だからスネアのこの辺こう叩いたらこんな音がするとか、うん、ベドラのこの辺叩いたらこんな音がするとかってのはあるわけだから、はいはい、やっぱり一番いい音を叩くのにはどこに行きゃいいのかっていうのを自分で探ってるわけじゃないですか、はいはい、あと
叩き方も、うん、俺ももう70になるけど、あの昔みたいに力任せでグワーとかでやってたらもう3曲も叩いたらもう無理ですみたいになっちゃうわけで、はいはい、それをなるべくその省エネで楽に叩くようにしたらでいい音出すにはどうしたらいいかっていうのを常日頃考えてるわけですよ、はいはい、うん、そういうのをあの今の若い人はもっと考えた方がいいっていう、うん、もう1個の楽器でもやっぱ叩く場所で全然音違うんですか？全然音が違うので人それぞれで違うし、はいはい、同じことやったって人が違えば同じ、あの同じには聞こえないわけだからっていうことをちゃんと身をもって分かれるという、はいはい、こう叩いたからあの、ね、あの YouTube のようになるっていうもんでもないのよ、うんうんうん、いやなんか素晴らしいお話ありがとうございました。じゃあ、あとはミュージシャンを目指す人が、まあ、いた中でどういった方が向いてるとかってありますかね。やっぱあれなんだよね、自己愛っていうか自分が好きなやつがなるんじゃない、うん、特にあ、まあ、そのナルシストとは言わんけど、はい、やっぱ歌ってることがかっこいいって思うやつの方が向いてるわけですよ。これは誰ですか？いやいや、それはこれはいろいろ言いますけども、うん、そう絶対そうだと思うのよ。これかっこいいぜとか思ってるやつの方が絶対に向くわけだから、はいはいはい、やっぱちょっとなんていうの、あとは自己顕示欲が強いやつね、やっぱオラオラっていうやつの方が、はいはい、あの前に出てきやすいじゃない。そういう意味では、うん、あのちょっと派手めが好きな人が、はいはい、ミッションに向いてんじゃねえかなって思うんですよ。だから確かにそうですよね。結局人から見られるのが仕事になるわけなんで、仕事だから、うん、その見られるのが恥ずかしいとか、うん、そうそう、それ言ってたら別にやんなくてもいいじゃんってなっちゃうから、じゃあ次の質問なんですけれども、はい、バンドとして売れるためのポイントって何かあったりしますか？売れるためのポイント、はい、やっぱいい曲かな。曲だと思うよ。だから人が聴いてこれかっこいいじゃんって思われなきゃ誰も聴いてくれないわけだから、はい、それをみんな一生懸命なんていうの探し求めてるわけだから、これといった正解はないわけですよ、はいはい、それを決めるのは自分たちじゃなくて、例えば俺たちなんかだったらそのバンドで曲を、ね、作ってレコーディングしましたって言って、それが人がいいって言ってくれて初めて、ああってあよかったっていうなるから、うん、これはすごい自信があるんだけどって言ってやっても、はいはいはい、あの人が聞いてんってなったら、うん、ああってなるじゃない、はいはい、やっぱこう人の評価ってのは結構大事だからね、うん、なんだかんだ言っても、はい、どうなんだろうね。それはあのなんかあのボイの時だけど、うん、やっぱあの布袋が曲書いたりヒムロック曲書いたりしたのをこうみんな集めて、でどの曲ピックアップしようかって、あの頃はレコードってまあ表5曲裏5曲 全曲で10曲ぐらいしかだいたい入んないんで、十、はい、何曲もあったら何曲かをこう削っていかなきゃいけないじゃない、はい、今選曲会議っていうのがあって、はいはい、みんなで俺は これが1票みたいなことをやってたんだよ。でもヒムロックはいやこれ絶対これ入れてんだよっていうのは入るよ、はいはいはい、やりたいっていう言えば、なんか最初こう作詞作曲来てこれを演奏してみた時になんか違うんだよなと思いつつも、だんだんこうどうなんですか、耳に馴染んでったらこの曲めっちゃいいじゃんみたいなのもあるんですか？それはなあの演奏のスキルとかね、こっちの 腕の問題もあるから、はいはい、ちゃんとできてりゃいいし、昔はだから俺たちボイの話をすれば初期の頃っていうのはあの2枚目3枚目あたりは、はい、あのちゃんとプリプロっていうかスタジオに入ってこの曲だって言って一生懸命練習してからレコーディングをしてたんですよ、はい、2枚3枚目もそうかな、ジャスタヒーローもちゃんとプリプロっていうか、ね、スタジオを借りてちゃんとそこでこういう曲だっていうのを一応体に入れてからレコーディング、はい、だけどあのビートエモーションっていうその後に出たアルバムは俺たちそのツアーだなんだで、ね、夏のイベントとかで忙しくてプリプロやってる時間がないんだよ、しまいになんかレコード会社も何考えたのかよく分かんないんだけど、普通レコードのジャケットとかって、はい、曲が全部できてレコーディング終わった後とかに撮るじゃない、どういうやっぱコンセプトでこういうジャケットがいいとかっていう話になって、はい、じゃあこうやって写真撮りましょうかって言ってるのに、ビートエモーションだけは初日に集められた時にそのまま写真スタジオに行って撮ってるわけですよ、はいはい、写真をあのビートエモーションのジャケシャ、はい、ジャケット撮ってからレコーディングだから、で俺はさもうあもう今日もジャケット写真撮ってんだからもう帰るんだなと思って
行こうと思ったら、はい、いやこれからスタジオだからって、はい、みたいな。ただそのままスタジオに連れてかれて、うん、はいここからレコーディングです、はいはい、それももうそのプリプリをやったのに練習してないわけだから、小手さんが持ってきたのなんかざっくりした譜面しかなくて、でこれ本当にどんな曲って言ったら、じゃあ俺弾くからさこういう感じでみたいな、うん、ちょっと合わせてみてって言って合わせて作ってったっていうの、うん、早かったなあのアルバムは、はいはい、俺とまっちゃんレコーディング1週間かかんなかったんじゃねえかな、だから多分そのスキルが上がったっていうか、うん、あの具体化するのが割と早めに できるようになったってことなのかな、多分、ね、まあ、そういうのもあってよりこうなんだ見て覚えるだけじゃなくてこうやっぱ考えることも身についてったんでしょう ねきっとね。じゃあ最後にですね、視聴者の中にはもしかしたらプロのミュージシャンを目指したいという方もいるかもしれないので、うん、こちらのカメラに向かってですね、はい、あの一言メッセージをお願いします。そうですね、あのプロを目指す方々にあの自分の好きな音楽はもちろんいっぱい聴いてもいいんですけど、そうじゃない音楽をいっぱい聴いてください。あのそのロックに限らずクラシックでもいいし民族音楽でもいいし、とにかく自分がこう普段耳にしてないような音楽の中にもそのヒントっていうのは隠れてると思うので、やっぱりいろいろなジャンルの音楽があるから、それを思いっきりあの聞き込むっていうのも結構大事なのね。でもやっぱ俺もさすがに70にもなるけど、やっぱ聞いてきた音楽の幅って多分いっぱいあると思うんだよね。若い人これしか聞かないっていうのがやっぱその融通が聞かないっていうか、これから表に出ていけないから、いろいろなジャンルの音楽をいっぱい聞くことがあの勉強になりますから、うん、ぜひいろいろなことを聞いてください。だからこれ好きっていい、これ嫌いっていう前に一回聞けという、うん、じゃないとなんか世界が広がんないんで、はい、こっちしか見てないのはダメなんで、全方向にもう目を向けろと、うん、それだけあの やってもらいたいと思います。それは多分あのミュージシャンになれなくてもあの自分の心が豊かになると思いますので、ぜひ実践してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやなんか今回ちょっと夢実現編ということで高橋真子さんにいろいろお話いただきましたけど、はい、やっぱり最後の、ね、お話っていうのがいろんな思いが込められてたと思います、うん、やっぱり音って一つじゃないでしょうし、うん、まあ、僕なんて素人だから全然わかんないんですけど、やっぱりいろんな音に触れて、いろんなジャンルの音に触れることできっとその世界観っていうのが多分変わるんだなっていうのは、うん、今のお話聞いて非常に私も勉強になりました、ね、だから結局ね、はい、その日本にいて、まあ日本でもちろん住むんだけど、でもそのたまにはその外国行って、うん、表の世界って何やっていうのをこう経験したりするっていうのはすごいいいことじゃない。そうですね、やっぱそういうことを僕はあの今の若い人というかこう何かするときにいろんなものを見なさい聞きなさいっていうのが僕は一番有用だなと思います、はい、いや本当に熱いメッセージありがとうございました。今回はじゃあ夢実現編ということで、お越しいただきました。改めて高橋真子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何やってんですか。サインもらっちゃった。いやでもね本当にすごい方来てくださいましたね。そうですね、ボーイの話面白かったね。面白かったですね。新幹線の話がさ、ね、ちょっとびっくりというか、あれだけもうスーパースターがさ貨物用のエレベーターでさこう上がってベルが鳴るまで隠れてて、ベルが鳴ったらこう慌ててさ、はい、乗るみたいな話あったじゃん。やっぱね有名人になるとね、そういう自分たちじゃね味わわないような苦労もあるんだろうね。そうですね、なかなか聞けない話なんで、いや本当ね聞けないような話聞けてよかったよね。でさいろんな話をさしてくれたじゃん、はい、でなんか自分の中で特にちょっと印象に残ったことが2つあったんだけど、1つ目がこう何かを掴むやつはさこう前にガンガン行くっていう話とかあったじゃん。されてましたね、うん、ボーイのチームに真子さんが入るときに、ね、こいつらなんかやりそうだな、勢いがあるな、前にグイグイ行くなっていうのが面白そうで一緒に始めたって言ってたじゃん。なんかそういう話がすごい印象的で、あともう一個印象的だったのが音、まあ、今 YouTube だったりなんなりでいろんな音をあの見てね、どういう風に弾いてるかっていうのを学ぶことはできると思うんだけど、こうその音だけを聞いてどういう風に鳴らしてるんだろうっていう自分で音を探求するって言ってたじゃん、はい、
なんかそういう風にすることによって全然音の出方が違うとか、いい音が出るっていうお話もあったから、行動力であったり探求心ってことだと思うんだけど、これってミュージシャンと自分たちの仕事もそうだし、サラリーマンの人とかも全然関係ない仕事のように見えて、実はなんか一緒なのかなっていうふうに思うところもあったんだよね。今回も非常に勉強になりました。ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではジョブ with スマイル。